どうも、しおです。今回は、エイリアン・アイソレーションっていうね、これ、日本では未発売なのかな？まだ、わかんない。まだ、字幕がついてない、つける作業が終わってないだけかもしれませんけれども、まだ売ってないということなんで、やってる方が少ないということもあるんですけども、出来がいいってね、聞いてるんで、うん、ぜひやっていきたいなと。映画見てる人たくさんいらっしゃると思うんで、まあご存知かと思いますけど、エイリアンシリーズの1と2の間の話っていうのをちらっと聞いたんですけど、私ちょっと詳細わからないです。ということでですね、他のね、実はデスニーとかね、いろいろいくつかソフトあるんですけれども、あまりどれもやってないということで、まあ実況できるかっていうとね、なかなか難しいところでもあるかもしれませんので、他のね、方々もやってるということなんで、今回は、まあ、少なめのところを狙ってやっていきたいなと思います。エイリアン・アイソレーション。じゃあちょっとやってみましょう。どうなんだろう。ファーストパーソンなのかもよく私はわからないので、どういう形で進めていくのか、ちょっと楽しみなんですけれども、英語と。お、20th Century Fox。ね、楽しみなんですけれども、難しくないといいな。それだけです本日は、夜やってますんでビールをね、飲みながらやりたいと思います。まあビール1本ぐらいでね、あんまり酔っ払わないんですけれども、酔っ払ったら申し訳ない。エイリアンアイソレーションプレス A でいいのかな。 OK です。なんかテープレコーダーのマークが出てるときは、あれなのかな、セーブしてますよ的な感じ。プレイゲームオプション。ちょっと字幕だけ出させてください。ちょ、これ必要だったらカットします。ということで、やっていきたいと思います。プレイゲーム、サバイバーモードってのもあるの。あ、エイリアンのなんかウェーブ形式のゲームもあるんだ。それも後でやりたいですね。エイリアン・アイソレーションをとりあえずキャンペーンですかね、やっていきたいと思います。必要なところは訳しますけれども、まあヘッドトラッキングってなんだ、キネクトセンサーを使って頭の動きを感知して、ああなるほど、キャラクターがね、へえ、それすごいですね。今回はキネクトつなげたいのでオフでやっていきたいと思います。ノイズディテクションは多分いらないのかな、オフで、ミディアムでやっていきます。カリブレーション、まあこれも必要だったらカットいたしますので、これ何、これ、あ、これ明るさね。ちょっとあんまり暗すぎるの怖いからこれぐらいにしとく。はい、なんか喋ってる、何も喋ってなくない。あ、これ単にヒントかな、ユーズコンビネーションっていうのは。なんか必殺技みたいなのもあんの、よくわからないんですけれども。ちなみに Xbox One でね、見ていただいてる通りやっていきたいと思います。 PS4 でも出てるのかな、わからないですけども、すごいですね。 20th Century Fox と Final Report of the Commercial Starship Nostromo。 あ、これはあれ、 Officer Reporting。なんか、The other members of the crew。 うん、ケイン、ランバート、他のね、クルーのメンバー、ケイン、ランバート、パーカー、ブレッド、アッシュ、アッシュ、原作通りに住んでるのかな、キャプテン・ダラスが死んだと。うん、声がリプリーやってるの。うん、カーゴと船がね、壊されたと。6週間でフロンティア、その前線全域地に着くはずだったみたいな感じですかね。This is Ripley。 あ、やっぱリプリー。うん、 Last survivor of the Nostromo。 ノストロモの、最後のサバイバーですと。ここは映画と同じ始まりなのかな。映画もこんな始まりだったですよ。 2? 違うか、ワンもそうか。最近見てないから覚えてないな、あんまり。よし、楽しみです。あんまり怖くないといいな。
Ripley? I'm Samuels. サミュエルだと。仕事のために来たみたいなね。It's about your mother. うん、お母さんについてだよ。We may have found her, Amanda. アマンダ？え？アマンダ？あ、娘さん。A commercial vessel.あ、娘さんが主人公なんですかね。What we believe to be the flight recorder unit of the Nostromo. あ、ノストロモのフライトレコーダーを発見してって、どこ？ゼータレティキュラ。ゼータリクル、わかんないですね。星の星の名前？それが何かって。わからないんだよ。セバストプールステーションに持ってかれたと。あの会社の方はね、重要なものだからすぐにでもね回収したいと。なんだろう、今のちょっと訳しきるのは実はだけど、うん、なんか来るのかな。うん、2日でなんか来るって。And you, if you're willing. 君も行くかっていう話？ Look, Ripley. When this job came across my desk, I read the case history. これはリプリーじゃないですよね。I know why you're working in the region where she went missing. You're still looking, aren't you? うん。どういうことなんだろう。うん。どういうことなんだろう。Maybe there'll be some closure for you. クロージャー、うん、けじめ、あなたにとってけじめがつくかもしれない、そこに一緒に行けばってね。それはどういうことなんですかね。なんかどっかに誘われてるみたいなんですけど、この人はアマンダって言われてましたよね。リプリーがお母さんみたいな話をしてたんですけど、ちょっとわからないですね。娘さんいましたっけ、原作には。あ、いたんだけど、死んでたんですよね、確かね、もう。1でその、あ、2か。2でその話ありましたよね。おっと。これは誰？プリーズサイン。未来なんだけど、どこかね、アナログチックなコンピューター使ってるんですよね、それをね。これは私も動けんの？ファーストパーソンみたいですね。動きが結構もっさりしてる。ちょっと、あたり探索しましょうか。はぁ、あ。ユーザーサインドイン。もうなんかサインインされちゃってるみたいですね。ってことはもう寝てる人がいるわけではないと。最後に目覚めたのかな？とりあえずサインインしましょうか。サイン。リプリー。アマンダ・リプリーか。あ、なるほど。A リプリーですもんね。オブジェクトアップデート、エクスプローアーザ・トレンツ。トレンツっていう船に乗ってるってことですね。うん。さっき言ってた船に乗ったってことなのかな？ゲットドレッサーだって。服を着ろって言ってますね。これ？ユーズ。ユーズ。あ、これは閉まるだけ。ありましたよね、こんなね。冷凍カプセル的な。睡眠カプセル的な。いやーでも、うまく再現されてんのかな？ロッカーって日本語で書いてあるよ。ロッカー。一応日本人がいることも考えて。下の、左下のやつがあれかな？あの、体力ゲージ的な？ふん。何これ？ LM リンク。You are the lookout for the navigational officer. なんかちょっと、just missed you. ふん。なんかの手紙を確認できるのかな？パーソナルターミナルって書いてありますね。ほう。Good luck to you if you can believe them. 多分、リプリー本人の話ではないのかな？これ、多分。Use resignation points to manually save your progress. ああ、なるほど。なんかどっか別の場所でセーブができるみたいですね。個人的に。これは何これ？これシャワー的な？ Use。あ、シャワーなんだ。シャワー見てもね、ロッカーって言ってるから、なんか自分のロッカーがあるのかな？これは何これ？電話？あ、これがね、あ、なるほど。これでセーブできるみたいですね。
お、ノー、ノーって教えた。まあいいや。また後でやります。お、なにこれ。これサーチだって。テイクアイテム A、テイクオール X。うん。これは何これ？ SCJ インジェクター。コンパウンド B。これもなんか表記が、字体が。まあいいや、全部取っときます。ブループリンスで help you craft item from the components you collect。 なるほど、あの設計図があるみたいですね。なんか武器を作れる的な感じなのかな。これはこれは何、これ use、 これ何、え、何、クルーロースター、これはクルーのメンバー表みたいな感じですね。バーレインとコナーとサミュエルとタイラーとリプリー、うん、サインドイン、だからこの船に乗ってるってことですね。もうゲットドレスと、お、ここ使えるみたいですね。いつエイリアンが出てくるかですな。OK。オブジェクティブコンプリート。さて。で、次は他の残りの人たちはもう起きてるってことですよね。あそこが冷凍睡眠のやつなかったのね。ちゅうことでですよ。次は他の人たちを探す感じなのかな。もういきなりエイリアンが出てくるとは思えないので、まあ、ここら辺は、伸び伸びやっていく、いけるのかな？これは宇宙服？これいきなり着るとか言うわけじゃないよね。ゲットドレストって言ったけど、自分の姿が全く見えないので。お？これは使えない。緑のランプがついてるところにはいけるんだ、多分。走れないし。右行ってみましょうか。修理。ビショップとかいればね、面白かったんですけどね。あのシーンが見れるかと思ったんだけど。ふむ。この先には行ける。あ、誰かいた。こんにちは。テイラー、グッドモーニング。あ、タイラーさんね。モーニング、朝かどうかもわからないけどねって言ってる。うん。死を感じるわ。ああ、ハイパースリープについて文句言ってるかな。うん、コーヒーマシン、何かアクセントありますね。うん、ブリティッシュかな。うん、あ、まあ見た目はそんなに大したことないけどね。うん、なんか報告書のことについて言ってますね。ああ、やっぱりあなたのお母さんはね、15年間ミシングって、そのね、あの行方不明だって。サミュエル見たって。うん。飽きてから、あ、起きてからね。サミュエルは起きてからも1時間ぐらい経ってるよって。で、speak to Tyler っていうのはこの人ですよね。うん、それが終わったってことね。ここが居住区的な感じなのかな。とりあえず食べ物とか食べなくていいのかな。トマトケチャップ。うん。これは何？あ、これは。アクセスターミナル、また同じなのかな。この古いとこがいいね。あ、また違うやつだ。ノストロノーモインシデントってやっぱ事故の後ってことですね、これ。はあ。リプライになってるな。インシデント。ウェイランドユタに。はあ。OK。とりあえずこれは読むのはやめて。次に行きたいと思います。サミエルがどっかにいるはずなんですが、この古いカセットテープやの、なんか聞けるって言ってますね。え、もう聞いてんのこれ。ユーズ。特に何も音はしないようだと。ふむ。じゃあ、サミエルさんを探してみましょう。来た道戻らないといけないのかなこれ。あ、ドアロックドって書いてあるね。さあ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 、もう15分経っちゃったよ。まあ最初はこんなもんだよね、いつもね。これはね、頑張って終わりまでやってきた。おお、なになになに、びっくりした。終わりまでスムーズにいけるといいですけど。 FPS 最初に上げたかったんですけど、まあコールオブデューティーとかね、まあこういうのちょっとリハビリしながらやっていきたいと思います。よし、これはないのね。走れないのかなこれ。お、いたよ誰か。失礼します。この人サミュエル？こんにちは。
こんにちは。ちょっとガン虫なんですけど、この人ちょっとダメみたいですね。ちょっとサミルではないみたい。ユーズ、これは何これ。なんか体の悪いとこ見てくれるやつ。あー、なんか直してましたよね、レーザーかなんかで。あー、はい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 、あのまんまなんですね、世界観は。特に何も見るものはなさそうだ。この人にも用はないみたいなんで、ね、ちょっと失礼します。ちょっとあの、すべてのボタンを押してみても何もならない。なんか激しく点滅してるのは何。あ、やっぱりここにいろってことですね。何をすればいいの。スピークトゥーって話しかけられないんだけど。ちょっと、どういうことこれ。さっぱりわけわかんないんだけど。ちょっと。さて、ちょっと一回ね、なんかおかしいっちゃおかしいので、一回ちょっとセーブしたところにまで戻ってまいりました。サミエルは、あそこにしかいないと思う、あそこにいるキャラクターだと思うので、間違いなく彼なんですけれども、話しかけても何も言わないというか、なんだアクションボタンも出ないしっていうことで、ちょっと困ってましたけれど、いた！さっきのバグですね、じゃあ。なんだよ、ほんと。ちょっと待って、喋れた。ちょっと、ビビらせないで、ちょっと。やっとかい。え？これだけ？何？おう、リプリーってどうしたの？はい？それだけ？ちょっと。え、話しかけたよ。Hello。ちょっと、今度は向いてはくれるようになったよ。どういうこと？これもう一回出ろって？そういう話？なんか、俺の方をずっと見てますけど。ちょっと。なんか話しかけるんじゃないの？あんた。あ、話しかけた。なんだよ、このゲーム。どういうことだよ。シーズナトラベラー。ああ、緊張してるって。気づかなかったなーって。うん。スキルを持ったね、エグゼクティブだから、だけどなーとか言ってるけど。長えよ、ちょっと。何このゲーム。ちょっと最初びっくりしちゃったわ。何？ああ、どっかに着くから、来てくれって言ってるね。Go to the bridge for briefing. 会議のためにブリッジに行けって言ってますけど、ブリッジはどこなの？マップが見えるってことは分かったので、ブリッジが一体どこなのかと。ああ、この先ね。わかった。じゃあ、いやー、ちょっとびっくりしましたね、最初。一回ね、セーブ消してやり始めようかな。またやり直そうかなと思ってくれ。で、ちょっとびっくりしちゃいましたけど、まあ、しょうがないですね。さっき言ったタイラーさんもいらっしゃらないと。ちゅうことで、まあ、気を取り直してやっていきます。ここがブリッジかな？はいはい。え？あ、これ違うよね。びっくりした。まさかリプリーがいきなり出てくると思ったら、この人誰？この人タイラーじゃないよね。来たけど。あ、びっくりした。うん。ん？あ、いいで、後ろで喋ってんのね。うん。なんか、どっかのね、宇宙ステーションにくっつくのって言ってますね。マーシャル・ウォルツ。うん、さっさとやりましょう。ルーティンだから大丈夫よって言って。コナー、私たちどうしてるって。うん、ベクターってとこロックしましたと。うん、更新が今オープンですよって。アプローチのモニター。じゃあ私の席はどこなのかしら。この人たちはどこに行くの。話しかけるボタンとかは特にないんだ。何をすればいいの。コレクトやブリーフィングドキュメント。あ、ドキュメントを集めるところね。これか。はい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 。
どっかにドッキングするって言ってるけど、そこに、そこがもうエイリアンの住みかってこと？見えるって。モニターに切り替えて。セバストプールステーションだって。ああ、ダメージ受けてるって。うん、ダメージに見えるなって。タイトアングル。もうちょっと鋭角にって。ああ、ドッキングステーション、ドッキングする場所がちょっと壊れてるって。うん、3人のね、乗せてますって。ああ、なるほど。その3人送りますよと。ウェイツ。うん。シリアスステシ、シチュエーション。マーシャル？マーシャル。トレンスですよって。何、な、もう一度おっしゃってと。なんか、更新が途絶えてる感じ？いいね、なんか綺麗ですね。The station's comm seemed pretty screwed up, so our fitted Samuel's... 通信がね、おかしくなってるから、レディオブースター、あー、通信の増幅を試みてるわと。はい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 。この人たちは、ドッキングが壊れてるから、そのまま宇宙遊泳していくつもりなのかな？Stand by. My contract doesn't cover bloody spacewalks. It's not the option. ああ、私の契約ではね、こんなことをするはずじゃなかったとか、そういう話？文句言ってるんですよ、多分。どうすんの？ああ、減圧中。Affirmative. ただ私についてきてちょうだいと。おお、すごいですね、これ。おお。何が起こったのって。お、よくやってるわって言って爆発して。早く動くんです。動くなよ。ぶつかっちゃう、ぶつかっちゃう。待て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 。ああ、切れちゃった。なんかグラビティって映画に出てくる感じ？おっと。ナイスキャッチ。サミュエル、タイラー、誰か出て。二人とも持ってかれちゃった感じ。このアマンダかなが誰だか分かんないですよね。リプリーの娘さんなのかな。娘さん死んだって聞いたんだけど、死んだって言ってもなんか地球にいたんじゃなかったの、映画の中で。おお、すごいですね、なかなか。ほん。さあ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 、どうなっていくのか楽しみですけど、戦闘が難しくないといいけどね。フラッシュライト is useful in the dark, but is also likely to alert enemies that are spotted. うん、なるほどね。見つかっちゃうから気をつけて、スポットライトを使ってねと。暗闇の中でよく見えるけどって言ってますけど、何、ああヒントが早すぎて読めないですな。はいはい、じゃあやっていきましょう。結構ローディング長いね。ローディングはカットでいいかなこれ。はい、始まりました。この船の中ではなんかシリアスシチュエーションって言ってたんで、何かが起こっているということですけど、まあ、まずエイリアンにやられているという感じなのかな。何、いきなりはないよね。武器もないんだもの。ちょっとどうやって開けんのこれ。ちょっと、あ、お、開いた開いた開いた、びっくりした。 Find help、 助けを探せと。 Change、 着替えるの？着替えたみたいですね。お、なんかスニーカー履いてますね。
お、走れるようになった、今度。さーてと、フラッシュライトも何もない。おお、お、明るくなった。ん？ Use Resignation Points というもの。あ、セーブね。セーブだよね。確かね。はい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 。これがセーブだよね。確かね。セーブゲーム。さっきみたいなバグがあるからね。あるそうなんで、ちょっとセーブはこまめにしておきますか。はい、イエス。はい、OK です。で、なんかそっちに行くのかな、これ。ゾンビ系のゲームじゃないから。おーおーおお。なに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 。なんですの、なんですの。いきなりですか？なんかぶつかってんのかな、これ。コンプロマイズ。なんか、どっかぶつかって空気漏れちゃったっけ？ふむ。どこ行けばいいんだろうな、これ。助けを求めろって言ってるけど、やっぱり向こうっぽいよね。火が出てる。およよよよよよよ。なんかアイテムとかあんのかな。ふぅー、びっくりしたー。シェッ。あ、ここなんか向こうには行けないみたいですね。じゃあ失礼して。あ、覚えてる、こういうとこあったよね、こういうとこね。あの手榴弾抱えて自殺した人です、とこですよ、あの中佐が。おっと、大丈夫？大丈夫なのかしら。こっち行けんの？なんかエアダクトを使ってどっかに行けってことだよね、これね。はい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 、来ましたよ。あ、行き止まり？あ、ここはいた。あ、こっち側に出ろってことね。おおおおお、大丈夫なの？ちょっと大丈夫なんですかね。ゲホゲホ言ってる、ゲホゲホ言ってる。さあ、エイリアン VS プレデターってゲームはなんかコアでやってる人が結構いたって聞きますけど。アクセスターミナル。さあ、それよりもなんか出来が良さそうですね。フォルダーコラプティドだって。なんかフォルダーが壊れてますって言ってますね。ふむ。じゃあ何これ、もう壊れちゃったのかな、なんかいろいろ。おおおおお、あ、落ちちゃったよ。おおおおおおお、ゲホゲホやってるよ。大丈夫？いいですね、なんか。God damn。 さあ、こんな死にゲーでないことを願うばかりです。